かりがいいですね。明かりいいんすよね、これね。余熱なしでしょ。なし。余熱なし。ほんとそのまま。いつでも余熱なし。冬分変わる、なんなしで変わりますね、これはね。一番初期の方のローターじゃないかな、なんかな。ワイヤーダンプの型式の一番最初のダンプが油圧になったやつじゃないかな。昔のワイヤーダンプってそこでガチャンってやるとバケットがガーンって落ちるタイプの、あーなるほどなるほど、フラッターだったんですけど、だからこれ上げ下げがこっちに油圧があって外部油圧取り出しなんですよ、上げ下げのね。でバケットはここで1本だけだからすごい使いにくいんですよね。この作り見ると多分ワイヤーダンプの時はこっちとこっち手移動させなくちゃいけないんだ。そう、あーなるほど。インターナショナル。へえ、一発でかかっちゃうんだ。すごいかかりですね。うん。古いだろうにな。40年代かな。ちょっとこれわからないな。わからないですね。うん。もっと古いんかな。まだ特殊の名盤があるからどこから調べれば大体何年頃の登録とかっても分かるはずだね。24には少ないらしいですね、結構ね。あ、そうなんですか。うん、って話でした。あの詳しい人に聞くとね、もう残ってない、弾すぐないらしい。